どうも、ありがとうございます。12月の中頃になりました。そろそろね、冬休みっていうのが間近になってきたかと思うんですけれども、今回は冬休みで勝つために、いいですか？勝った冬休みとね、終わった時に思うために、まず冬休みに入るまでにやってほしいこと。そして冬休みの間はこういう風に意識をして勉強計画というか、こういう風に学習していってほしいっていうところの2本立てでやっていこうと思います。で、主に受験生に向けて話していくんですけれども、1年生とか2年生か、もちろん小学生もそうなんですが、ぜひ、冬休みまでにやってほしいことに関しては、もう全員にぜひやってほしいことではあるので、ぜひね、最後まで動画見てみてください。ではまず冬休みに入るまでにやってほしいことを話しますね。で、自分普段勉強するときに時間じゃなくて量で決めろってもう口うるさくずっと言うタイプなんですよ。何かっていうと2時間勉強するぞってやるんじゃなくてここからここまで勉強するぞって決めてやんなっていう。じゃないと時間で設定しちゃうとダラダラやっても集中力が切れてる状態でやっても2時間っていう時間は経ってしまうんですよ。だからダラダラダラ勉ができちゃうんで、そうならないためにちゃんと量で決めていくっていう風にまずやれって言うんですけど、今回今から話すことはちょっと逆のことを言います。時間が大事になります。で、これは皆さんの微調整してもらって構わないんですが、小学生だったら15分です。自分がよく言ってるのは小学生は15分、中学生は30分、受験生も同じです。中学生は30分、そして高校生は1時間。いいですか？15分、30分、1時間です。で、まず時間を設定します。ストップウォッチ用意してください。いいですか？で、この時間を測った上で、まず1科目決めましょう。1つです、科目は。で、全部の科目やってほしいんですけど、まず1科目やってください。じゃ、例えば、じゃ、小学生算数で、中高生数学って決めますよね。そしたら、タイマーをピッてやって、中学生だったら、30分で本気でやったらどのぐらいの量ができるかって1回チャレンジしてください。冬休みに入る前に自分が本気でやったら、この30分で時間制限が決まった状態で本気でやったらどこまでやるかって。それは過去問だとしても、また小学生がね、経営度とか計算ドリルとかワークでも構わないです。何でも構わない。やってるものはひとまず自分が本気になったらどれぐらいの量ができるかっていうのを再確認してほしいんです。それを同じ日に全部やっちゃうと疲れちゃうんで、日は分けて構わないので、ぜひ全部の科目、まあ、特に国数英理社ですね、5科目をやってみてください。で、なんでこれをやってほしいかっていうと、まあ、本当理由はシンプルで、とにかく自分の本気ってどれぐらいなのっていうのをもう一回知ってほしいんです。特に受験生って、まあ、夏とかからこうずっと勉強してるじゃないですか。で、この時期って当然判定が良くなってる方、D 判定だったのが B 判定とか A 判定まで伸びてる方っていうのは、もう勉強したら自分が伸びるんだっていう実感があるので、多分いい波に乗れてるんですよ。でもね、結構この時って割と自信が失いやすいんですね。判定が伸びてたとしても普段の勉強で昨日とか一昨日やったことが抜けてると、あ、ダメなんじゃないかなって。まあ来月ね、やっぱ共通あったりとか私立も始まるので、かなりこう、なんだろう、気持ちがね、なえやすいというか落ちやすい時期なので、やっぱりそういう細かいとこでもへこんじゃうんですよ。だからこそもう一回自分の本気を確認してもらって、違うって、本気でやったら私は大丈夫って、俺は本気でやればちゃんと伸びていくっていうのをもう一回確認してほしいんですね。本気っていうものを測ってほしいというところもありますし、もう一回ね、もう頑張ってるみんな大丈夫、伸びてんだって、それを、まあ、俺がさ、こういくらどこでわーって言おうとも、ご家族がわーって言おうとも、自分自身で実感しないとやっぱそれって気持ちに響かないんだよね。なのでそれを強制的に感じてほしい。いいかな。だから15分、30分、60分、それはまあ前後しても構わないです。高校生ね、俺はちょっと90分行ってみたいって、それも構わない。中学生60分長かったら短くしても構わない。自分がいて、ごめんなさい、60分、30分だね、短くしても構わないので、そこは調整してもらって構わないんですけど、自分がこの時間、自分で決めた時間を本気でやったらどれぐらいできるのかっていうのをぜひ、冬休み入る前だよ。入ってからじゃダメ、入る前までにやってみてください。そして冬休みが入った後の勉強スケジュールの部分のアドバイスです。で、これはテーマがあって、いいですか？欲張るな石橋を叩けです。いいですか？欲張るな石橋を叩け。これは何かっていうと、まあ、さっき話したように、特に受験生はですね、焦る時期なんですよ。だからあれもこれもやらなきゃって非常になりやすいです。特にできてる部分よりもできてない部分、
の方に目が行きがちなので、あれもできてない、これもできてない、つまりあれもやんなきゃ、これもやんなきゃってなるんですね。でもちろんいろんな勉強をして全部が伸びたら理想的です。ですけど冬休み行っても2週間ぐらいしかないんですよ。2週間ですよ。夏休み今年はちょっと変則的だったので、なかなかね、うまくこう使い切れなかった方もいるかと思うんですが、2週間で人はそこまで劇的に変わらないです。伸びますよ。伸びますけど、劇的なそのミラクルみたいな変化はなかなか起きないんですね。で、そのなんだ、広く浅くというか、いろんなものの単元をやっていってしまうと、いろいろやったのに定着せずに、伸びなかったっていうケースにかなりその落とし穴にはまりやすいんです。だからまず欲張るなって言ったのは単元を絞ってください。まあ、科目を絞ってもいいです。例えば5教科全部やりたい気持ちはあると思う、英語を全部全然やらないとか不安かもしれないんですけど、この科目、2科目ぐらい、言っても3科目かな、2、3科目こいつを徹底的にやっていく、伸ばすみたいな、その科目の中でも単元を絞って、この単元をちょっとこの、例えば2週間全部使ってとかじゃなくって、この何日間でも徹底的に叩き込むんだみたいな風にやった方が伸びます。伸びやすいです、かなり。で、伸びてる実感も湧きやすいので自信もつきやすいんですよ。なので欲張らずにやってください。そして石橋を叩けっていうのは、広く浅くやりがちだと1個勉強しますよね。早く次行かなきゃ、早く次行かなきゃってなっちゃうんですよ。そうすると定着してるかどうかの確認をおろそかにして次に行くので、あんま定着してないんですよね。だから石橋をちゃんと叩いてください。ちゃんと定着してるかなって、大丈夫かな私の橋って確認しながら、叩きながら勉強していく。焦る気持ちは当然です。不安な気持ちも当然出てくるけれども、やったことが定着せずに先に行っちゃうと、後で振り返った時に、あんなに頑張って作ったのに私の橋ボロボロなんだけどって、その絶望は味わわせたくない。そうなってほしくないんです。それが大事な共通の前とか私立の前とかで、その1週間前とかに気づいてみ、もう立ち直れないですから、間に合わなくなっちゃう。だからそうならないためにも、つまり欲張らない、そして石橋を叩くっていうテーマを頭の片隅にどっか置いた状態で、冬休みの勉強計画をぜひ立ててみてください。はい、という感じでね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。最近動画で同じこといっぱい言ってるんで、ちょっともううるせえよって思うかもしれないんですけど、ちょっと言わせてください。多分この時期ね、何度も言うけど、自信がなくなったりとか、すごい不安な気持ちで押しつぶされそうになってる方多いと思うんですけど、自分がその伸びてないとか、勉強してるのにこううまくいってないって、ね、自分なんか勉強しても無駄なんじゃないかっていう気持ちにちょっとこう侵食されそうになってる方、もう一回忘れてくれ。もううちのチャンネルに見に来てる時点で、もう絶対あなたは伸びる素質しかないんだって。こんだけ YouTube にエンタメの動画がある中で勉強に時間割こうとしてるんでしょ、 YouTube で。もうそんなあなたが伸びないわけがないんだよ。頑張ってんだって、大丈夫。だから一つ自分が言うんだったら、今回の動画で言ったように、やったことをちゃんと定着してるかどうかの確認はしてください。焦って先にってなっちゃうと、さっき言ったね、後ろ振り返った時に、うわ私の橋ボロボロじゃんってなっちゃうから、ふと気づいちゃうから、それに。なので、そう、うさぎと亀じゃないけど、亀さんみたいになってるね、焦るかもしれないけれども、一歩一歩着実に前に進んでいく。それでぜひ春に悔し泣きでもなくて、嬉しい涙が流せる、一人でも多くの方がね、そうなることを願っておりますので、私もね、できる限りこうやって動画で話したりとか、授業動画撮ったりとか頑張っていきますので、ぜひね、お互い頑張っていきましょう。